阪神甲子園球場です。千賀対十三、この一戦をお送りいたします。千賀の先発は右の国見、十三の先発は左の犬飼、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の国見マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。さあ注目の立ち上がり、はい、第9球低めボール、投球これから2球目、直球空振り、伸びのあるストレート、第3球を投げた、まっすぐ見送ってストライク、伸びのあるストレート、第4球を投げた、危ない球、第5球投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、初球バント、ファールボール、第2球投げました、打った、ショート右、抜けた、ボールは中継、ナイスバッティングです。千賀先制のピンチを迎えます。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ、投げました、決まってストライク、第2球投げました、見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、1球外したボール、第4球は打ちました、ファールボール、第5球投げました、これは引っ掛けた、あっとインフィールドフライ、取りました、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、落ちるボールは空振り、第3球を投げた、打ちました、ショート右への打球、二塁へ送る、セカンドフォースアウト、セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、もう一度一塁牽制球です。第1球投げた、変化球ストライク、インローへ、まずは入れてきました。第2球直球ストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、ボール、一塁へ牽制球を送ります。国見再三ランナーを牽制します。投球これから4球目、これはバットの根元、ファール、また牽制、タッチセーフ、第5球投げました、あっと引っ掛けた、掴んで、これで3アウトになります。さあリプレイです。三塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。十三初回は0点に終わっています。左の犬飼マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、千賀攻撃に入ります。トップバッターはキネ、第9球投げました、決まった、ストライク、第2球打ちました、鈍いゴロ、掴んだ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番柳、第9球投げました、見送ってストライク、1球目ストライクから投げました、外側決まってストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、ボール、第4球はインロー、ストレートは外れてボール。さあ5球目、引っ張った、レフト前ヒット、柳、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、初球決まってストライク、まずは決めてきました。一塁牽制、一塁タッチセーフ、第2球インコース低めボール、第3球を投げた、チェンジアップはストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、打った、ライナーだ、ヒット、
ライト前ヒットになった。国見ナイスバッティングです。重蔵先制のピンチを迎えます。第9球投げた、見送ってストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。第3球ボール。第4球を投げました、危ない球。投げました、危ない球。さあ6球目打ちました、レフト前ヒット、レフトバックホーム。野田いいバッティングを見せました。重蔵なおもピンチが続きます。打ちました、初球打ち、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。重蔵ダブルプレーできっちりと仕留めました。2回の表、重蔵攻撃に入ります。この回の先頭バッターは止まる、外れた、ボール。第2球決まってストライク。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、空振り三振、バットアウト。バッターは7番芝。第9球投げました、変化球はボール。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、アウトコース高め、ストライク。第5球投げた、外角高め見送ってストライク、伸びのあるストレート。次は6球目投げた、アウトコース高め、見逃し三振。第9球投げました、初球打ちました、これはセカンドは正面、アウト、スリーアウトチェンジ。重蔵わずか3人で攻撃が終わりました。2回の表が終わって重蔵無得点で終了です。2回の裏、千賀攻撃に入ります。先頭バッターは大竹、打った、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール。決まった、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、見送ってボール。次は4球目投げました、危ない球。投げました、直球、空振り三振。右バッターボックスは7番井上。第9球チェンジアップはボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打った、内野ゴロ。芝ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番島。第9球外角低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、低め見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げた、外角高め、空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。2回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。重蔵この回の攻撃はラストバッターから始まります。見送ってストライク、初球ストライクから投げました、スローカーブ、ボール。第3球を投げました、打ったいい当たりだ、ショートバウンド取った、うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げました、直球見送ってストライク。投球これから2球目、ストライク、軽く追い込んでまいりました。
追い込んで第3球を投げました。フォーク、空振り三振。国見、見事なピッチングです。バッターは2番、今日2度目のバッターボックス。投げました、見送ってストライク。第2球打ちました、レフト前に出る、ヒット、ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。投げた、ストレート見送ってストライク。いきなり150キロ。第2球投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。投げた、危ない球。第4球を投げた、この前通過。次が5球目、投げた、真ん中、空振り三振。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。千賀、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番杉山。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、小鉄取った、小鉄一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰ってキネ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球ボール。第2球投げました、チェンジアップ見送ってストライク。第3球は打ちました、ファールボール。追い込んでから投げました、打った、バックしていった、決め、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。ボールを2塁へ送った、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。第2球投げた、外角低め、見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた、高め、ボール球打った、柳、ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。初球空振り、変化球にキレがあります。さあ、次の投球、危ない球、投球は3球目、投げた、打ちました、取って、これで3アウト、チェンジ。ファーストランナー残塁、序盤終了しまして0対0、両チーム無得点です。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは牛尾、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。さあ、次の投球、投げた、見送ってストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ。第3球を投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第4球は打った、痛烈な当たり、抜けた、牛尾、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターはピッチャー犬飼、第9球ボール。第2球投げました、アウトローを見送ってストライク。第3球はストレートはボール、外角高め、投球これから4球目、打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げました、見送ってストライク、いきなり150キロ。一塁へ一つ牽制球を送りました。さあ、次の投球ボール。第3球を投げました、打ちました、セカンド左への打球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウト、チェンジ。先ほどのプレーです。4回の表が終わって0対0、重蔵、未だスコアボードは0のままです。4回の裏、千賀攻撃に入ります。この回の先頭バッターは野田。第9球ストレートはボール。
第2球。投げました。打った。ファール。第3球。ストレート見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。次は4球目。投げました。外れた。ボール。投球これから5球目。打った。センター右へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番、これが2度目のバッターボックス。投げた。インコース。ボール。第2球。チェンジアップ決まってストライク。タイミング合いません。第3球は見送ってストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。打ちました。ショートバウンド。ボールを掴んだ。千葉軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番大竹。第1打席はスイングアウトで三振に倒れています。第2球投げた。2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んで投げた。1球外してボール。次が4球目。投げました。アウトコース低め。外れてボール。投げました。ストレートはボール。第6球を投げました。打ちました。ファールボール。第7球を投げました。外れました。フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。投げました。初球空振り。いきなり153キロ。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。ストライク。第4球を投げた。外角低め。空振り三振。4回の裏が終わりまして0対0。まだ得点に動きがありません。5回の表、十蔵攻撃に入ります。先頭バッターは芝。初球打った。セカンドの左、一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番小鉄。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。決まった。ストライク。1球目ストライクから投げた。2球目ストライク。投球はこれから3球目。打ちました。一塁線切れてファール。投げた。変化球見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。バッターは9番。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球空振りから投げました。決まってストライク。第3球を投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。アウト。スリーアウトチェンジ。国見下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって0対0。十蔵この回も5回の裏、千賀攻撃に入ります。トップバッターは島。今日の第1打席初球から打ってった。ショートの右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番杉山。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。打ちました。初球打ち、1・2塁歓迎。犬飼取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げました。見送ってボール。第2球投げました。低め決まってストライク。第3球を投げました。打った。ボールを取る。ショートから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。犬飼三者凡退、無得点に抑えています。5回までが終了しまして0対0。依然両チーム無得点です。ゲームはこれから後半6回に入ります。投げた。外角低め。変化球は外れてボール。投げた。流し打ち。打球はレフトの左へ。レフト前のヒットになります。打ったバッター一気に二塁へ向かう。バッターランナー二塁でストップ。ツーベース。千賀先制のピンチを迎えます。さあリプレイです。
球、投げた、完全に外れた、ボール。さあ次の投球、ストレート空振り、伸びのあるストレート。第3球はストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、インコース引っ張った、左へ打っていったが、これは切れてファール。打った、流し打ち、大竹交代、ファール。投げた、高めいっぱい、見逃し三振、高めいっぱいに決まった。バッターは3番、今日はセカンドフライと三振、変化球決まってストライク。初球ストライクから打った、セカンド左横のゴロ、一塁送球アウト。千賀、なおもピンチが続きます。バッターは4番牛尾、大きな声援が届いています。第2球投げました、バッターの足元。投球はこれから3球目、打ちました、1、2塁間の打球、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。3塁にランナーを置きましたが、勝ち越し点は挙げられませんでした。6回の表が終わって0対0、重蔵、チャンス、千賀、この回は2番からの好打順。先頭バッターは柳、投げました、見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、チェンジアップはボール。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、チェンジアップ、空振り三振。バッターはピッチャー国見、第1球投げた、高めストライク、いきなり150キロ。1球目空振りから、第2球投げた、カットボールはボール。投球は3球目、投げた、打ちました、引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番野田、これが3度目のバッターボックス。第1球投げた、ストレートはストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、左中間のフライ、取りました、これで3アウト。犬飼3人でピシャリと抑えています。中盤まで終了しまして0対0、千賀この回も得点を挙げられません。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターはピッチャー犬飼、投げました、直球決まってストライク、伸びのあるストレート。第2球投げました、まっすぐ空振り、少し迷ったか。第3球内角低め、ストレートは外れてボール。第4球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。第1球投げました、まっすぐ見送ってストライク。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。右バッターボックスは7番芝、今日は三振とセカンドゴロ。初球は変化球に空振り。第2球打った、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。投げた、打ちました、三遊間の当たり、あーっと送球それた、ショートのエラーが記録されます。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。投げた、初球空振り、肩越しにランナー見た。投球これから2球目、打ちました、三遊間の当たり、井上掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。7回の表が終わって0対0、依然両チーム得点はありません。7回の裏、千賀ラッキーセブンの攻撃に入ります。今日はショートへの併殺打とセカンドゴロ。1球目ストライクから、第2球投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。後期は3球目、投げた、危ない球。第4球を投げました、打った、ボテボテのサードゴロ。
アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番大竹、今日は三振とフォアボール。打ちました、ファルボール。投球これから2球目、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げました、一つ外したボール。投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。大竹ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。右バッターボックスは7番井上、今日はセカンドゴロと三振。初球ストライクから第2球打った、ファール。第3球を投げました、ストレート、空振り三振。井上全くタイミングが合いません。投げた、真ん中に決まった、ストライク。第2球投げた、打った、ショートバウンド、ボールを取った。芝うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー大竹残塁に終わりました。7回までが終了しまして0対0、千賀ラッキーセブン重蔵。この回の攻撃はラストバッターから始まります。今日はショートゴロ、初球を打ちました、セカンド右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。1番レフト、第9投げた、打ちました、第2球投げた、外角高めの直球はボール。第3球を投げた、真ん中ストライク。第4球を投げました、完全に外れた、ボール。第5球投げました、アウトコース高め、はい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第9投げました、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、打ちました、打球は三遊間へ。井上ボールを掴んだ、サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。重蔵結局三者凡退、無得点に終わっています。8回の表が終わって0対0、まだ得点に動きがあります。千賀この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは杉山。さあ次の投球投げました、ストレート決まってストライク。第3球を投げた、決まった、ストライク。第4球は打った、ファール。次が5球目、打ちました、芝交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って記念、今日はここまで3打数1安打。第9投げた、インサイドストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、カットボールはボール。投球これから4球目、危ない球。投げた、外れてフォアボール。右バッターボックスは2番柳、これが4度目のバッターボックス。投げました、外れた、キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。重蔵外野は浅めの守備を取ります。振り返って二塁牽制球、第3球を投げました、打ったいい当たりだ、一二塁間ライナーで破った、ライト前クリーンヒット。柳いいバッティングを見せました。重蔵なおもピンチが続きます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、重蔵ここで前進守備を敷きます。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。もう一回一塁へ牽制球。さあ次の投球、これも空振り。第3球は打ちました、ジャンピングキャッチ、ファインプレー。
これで2アウト、ランナーは一塁三塁変わりません。バッターは4番野田、今日4度目のバッターボックス。第9球投げました、真ん中にストライク。第2球投げました、決まってストライク。第3球は流し打ち、どうだ、破っていったライトからサードへ。ようやくゲームが動き始めました。1対0。犬飼ここは踏ん張れませんでした。これ以上離されるわけにはいきません。犬飼降板、マウンドに上がったのは根津、今日2番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第9球投げました、ストレートに送ってストライク。1球目ストライクから第2球打ちました、ファウルボール。第3球を投げた、直球空振り三振、全くタイミングが合いません。根津なんとか切り抜けました。8回の裏が終わりまして1対0。重蔵ここで先制点を奪われ、バッターは代打猿野。第9球見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、ファウルグラウンド、ボールをつかみました。左バッターボックスは後ろ。第9球初球は変化球に空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、打ちました、ここは慎重にボールを取りました。あと1人、バッターはピッチャー根津、重蔵最後のバッターになるのか。初球はストライク。第2球真ん中決まってストライク。さあいよいよあと1球。第3球を投げました、低めボール球打った、サード強襲。根津ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは6番トマリ、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、膝元外れてボール。第2球投げました、2球目ストライク、伸びのあるストレート。投球は3球目ボール。次は4球目打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。試合終了、国見見事な完封勝利、千賀1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は1対0、千賀僅差で勝利しています。勝利投手は国見、敗戦投手は犬飼、千賀今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。